小倉トーストとは、愛知県の喫茶店で供されている軽食の一種。いわゆる名古屋飯の一つ。厚めにスライスした食パンをトーストした後に、マーガリン、またはバターを塗って、小倉あんを乗せたもの。食パンに小倉あんを乗せた形で供されることが多いが、サンドイッチのように食パンであんを挟んだものや、パンと小倉あんを別々にして客が好きな分だけあんを乗せられるようにしたものがある。先に食パンにあんを挟み油で揚げたものもある。単にあんトーストと呼ばれることもあるが、その場合にも潰しあんやこしあんが使用されていることは非常に少ない。発祥はかつて名古屋市の栄地区に存在した三葉という喫茶店とされる。1921年頃に当時のハイカーラブームに乗ってバタートーストをメニューに加えたところ、客の学生たちがトーストをぜんざいに浸して食べるようになり、それを見た店主が最初からトーストにあんを乗せた小倉トーストを考案。これが愛知県各地に広まっていった。小倉トーストにヒントを得て、松永製菓で1966年に開発されたシルコサンドはロングセラーになっている。類似の食品として愛知県に本社のある敷島製パンから小倉あんとマーガリンを組み合わせた菓子パン、サンドロール小倉&ネオマーガリンが販売されており、地元を中心に人気を集めている。北陸地方へも流通している。通称は小倉マーガリン。他地域でも知られていないわけではなく、例えば、東京都福生市を舞台としている、吉田昭夫の漫画作品、川よりも長く緩やかにでは、同種の調理パンが、あんバタとして登場している。地元企業であるサークル系サンクスで、不定期ながら、全国的に販売している。また、米田などの全国展開をしている、名古屋市発祥の飲食店などでも供されている。他にも、すかいらーく系列のガストではモーニングで小倉トーストセットが提供されているが、バターではなくマスカルポーネクリームが提供されている。北海道テレビ放送の番組水曜どうでしょうの1企画対決列島で紹介されている。理由はチーフディレクターの藤村忠久の実家が名古屋市中区の喫茶店であるため、ただし撮影当時同店のメニューには小倉トーストはなく、撮影用に特別に作ってもらったものである。後に、同番組のイベント、水曜どうでしょう、祭りでも出店している。AB、実はとっても奥が深い小倉トーストの作り方。名古屋モーニングの大定番、ウォーカープラス。2021年1月17日閲覧。巨人6位の山本一輝は、愛知名物。シルコサンド持参で入寮。普段お菓子は食べないけど、それだけは、中日スポーツ。2021年1月17日閲覧。シルコサンドは溶接中の商い味松永製菓。中日新聞ウェブ。2021年1月17日閲覧。美味しさの基本パスコ裏話番組スタッフからのメッセージ8月15日放送対決列島第7夜その2。ありがとうございます。